がまあなんですけど、これね。で、まあ、他のゆうさんのところに持ってきてるやつ、電気釜でまあ安定して継続して取れるもん作ってるじゃないですか。まあどっちも結構重要なんですけど、感覚的にはちょっとちっちゃくちゃいますね、作ってるあれは。まあ安定しないとこですね。その言うたら同じやり方でやってもやっぱ変わってくるんですよ。だから変わる要素は自分で入れてるんですけど、まあ、薪も入ってるし炭も入ってるし、まあ、いろんなもの、生の草とか入れたらどうなるやろとか、まあ、いろんなことを試しながら試せるんですよ、ね、中に、まあ、電気釜みたいなところにニクロム線があるから、そんな切れてしもたら具合があるんですけど、灯油釜は何もない、こう耐火レンガで囲っただけなんで、まあ、薪も入れるし、遊びがいがあるんです、うん、ただ安定したものは取れないんで、そこが逆に出てくるものが、それがドキドキ感が、電気釜は完全に このまあいった目指すこういうもんっていうのがあって、それをきっちり取っていく仕事。オーバーもなければ、まあ、これより下がったらもうそれだけものになるし、灯油釜は自分のラインがこの辺の感じのやつ取れたらええなっていうのを超えて、ようわからんことになってる時もあるし、あって思っても次の日見たら、あちょっと待って、ありちゃうかみたいなこともあるし、だからその不安定さの中にあるその面白さみたいな、まあ、そういう意味ではちょっと巻釜に近いじゃあ近いですけど、いずれの巻釜を予備練習みたいな感じですよね。多分もうあんまりないと思うんですよ。めっちゃ古い、僕のおじいが使ってた釜なんですよ。でそれの時に、まあ、おじいが使ってた灯油釜があるんですけど、真ん中に言ったらドアついてるんで、途中でなんか引っ張り出したり、引き出し袋とかも引っ張り出せるようなこう扉がついてるんですよ。それがかなり結構重いですよね。そっから言ったら薪も入れてるし、だからなんかアナログなタイプかもなんですけど、面白い。今はほんま最近2、3日に1回炊いてます。めちゃくちゃ炊いてますね。